さあ最後に仕上げは下回りの、シャーシペイントピットワーク製を使います。ボディにかからないようにね。そうね、気をつけてやってください。でもかかるかな。もう随分黒くなってきた。下回りもしっかりと塗装されたのでバッチリ。この新潟県上越市の冬の塩害にも負けないアンダーコート。ご愛顔ありがとうございました。はい、今回下回りを塗装するのに使った、シャシペイント、合計で 1,2,3,4,5,6,7 本で、マフラーの耐熱塗料で2本、これだけ使ってしっかりと下回りが真っ黒になって、あとはタイヤをつけて終了になります。もう僕の顔も真っ黒になりましたけど。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、あとタイヤをつければ12ヶ月点検整備も終わりだけど、このナイトライダーのホイールキャップがすぐ外れちゃうということなんで、タイラップバンドでホイールとくくって、外れ防止ですね。外れ防止でね、はいはい。こんなのもすごいけど。よいしょ。まあね、ホイールキャップ外れたら、もう手に入らないが、入らないホイールキャップかもしれないんでね。まあ本当、絶対に外れないように、タイラップで。固定します。よし、はい、見てください、こんな感じで止めます。こうすればあれだけど、見てこの手。もうドロドロ真っ黒になっちった。もうアメリカのブレーキはもうすごいよね、黒いススがね。ローターも減りますよね。ローターも減るよね、うんうん、やっぱりあのローターの材質とかパッドもやっぱり国産に比べるとダメなんだろうね。だからもう何でもなんだっけ、ワーゲン、フォルクスワーゲンとかもそうだよね、はいはいはい、うん、まあブレーキのダストというか、うん、ゴルフとかね、 BM もそうだし、ね、日本車はやっぱり優れてるよね、うん、そういうところから見ても。さてこのレンチで、せーの、ちょっと、このホイールナットっていうのがいいよね。うん、ホイールボルトだとさ、だったら最悪ですね。ねえ、勘弁してほしいよ、ね、うん。無理だね。止めらんないと思う。ねえ、こうやって押さえてられないもんね、うんうん、ホイールボルトの車はね。うん、無理。アルファロメロ、ロメオ、うんうんうん、とかボルトだよね。そうですね。BM とかもボルトで、BM もボルトだったね、はいはい、いや、なぜかアメ車ナットなんだね。そうですね、全部かな、アメ車って。どうでしょう。アメ車ってあんま構いませんよね。あんまり乗らんかもしれないよね。
アメ座って少ないよね、日本で意外と、うんうん、少ないかもしれない、言われてみりゃ、あの一般的に出るのはね、ね、はい、だからアメ座を整備するっていう経験がないね、ないですね、うん、この車で今まで30年整備してきたけど初めてなんじゃないかな、アメ車。フォルクスワーゲンとかアルファロメオとかね、うん、BM ベンツ、 BM ベンツ、うん、そんなもんでしょう、だよね、一般的ミニクーパーもやってる、うん、あミニか、でもアメ車はないな、なんででしょうね、アメ車が売れないっていうか日本にあまり走ってない、まああまり日本人に好まれてないんじゃない、ないんじゃないですか、燃費は悪い、うん、故障はする、でほら代理店とかの問題も代理店もあんのかもしれないね、 GM でしょう、うん、GM ってあんま、まあ、ここ新潟ではね多分ないんじゃないですか、そうだね、それであんまりアメ車が走らないのかな、普及しないのかもしれませんよね、ねえ、ね、東京とか行けばあるのかもしれませんけどね、かもだよね、だってこのだってトランザムが柳瀬正規転車でしょ、そうですね、うん、正規輸入車だから、うん、そこがまあまあ助けだよね、そうですね、うん、よし、せーの、おいしょ、普通ね、ホイールキャップをね、後からつけるんだけどね、当たり前ですよね、当たり前ですよね、ついた状態でついた状態でタイヤをつけるなんて、つけなきゃいけない状況にあるというね、これはナイトライダーだけだね、うん、はあ、しかもこのホイールキャップもさね、普通ならただのオイルキャップなんだけどさ、うんうん、このホイールキャップもまた特殊というか、うん、ただもんじゃないですからね、ただもんじゃないホイールキャップだしね、うんうん、いや工具を当てられないという、そういや、ナイトライダーってすごいんだね、うん、これを雑に扱ってる人いたら見せてほしいよね、うん、本当ですね、この車を定期的に乗る人、まあ、本場アメリカの人はね、うん、もうただの大衆車だしね、そうです ね、 ね、日本の180みたいなもんだよね、はい、時代的に、うん、180とかスープラとかね、その時代の車でしょ、でしょうね、それにしたってまだ180とかのが性能いいね、はい、早いし早いし止まるし、うん、ブレーキはこれ効かねえし、燃料は食うし、無駄に5700も排気量あるし、うん、しかも足回りなんかね、今回初めて見てみたけど昭和の初期みたいな足回りして180とかの平成元年とかの比べたらさ、話にならないよこの足、これをスポーツカーなんてちょっと呼べないけどね、うん、形だけスポーツカーだけど、いやでもわからないよ、これにもし本当の人工知能がついてたら早いのかもしれない、ああ弾丸も跳ね返して、はい、ね、コンクリートブロックも突き破って無敵の車ですよ ね、 ね、もし本当にそういうコーティングがあったら、うん、本当30万かけてもそのコーティングしてみたいけどね、だってへこまないんだよまあそうでしょう ね、 ね、うん、へこまない車はいいよね、へこまないのはいいですね、バンキー知らず、はい、色も当然剥げないわけでしょ、色も剥げないし傷つかないし、ね、自動操縦とかそんななんての AI なんかいらないからさ、うん、その特殊のボディだけでいい、ね、うん、傷にもならないしさ、いや運転も楽だよね、うん、そんな気にしないでいいんだもん、気にしないでいいんだもんね多少擦ってもね、傷つかないんだから、うん、へこまないんだし
といいよね、うん、まあ夢の話かと思ったけど、まあまあ本当ですね。あれこれなんでデブって何ついてないの。あ、回んないこれ。え、デブついてるよね。ついてるでしょ。うわ、回らないタイヤ。当然 LSD なんて入ってないだろうからね、回らないわタイヤ。いやー、気がつかなかった。ただ単純にデフがプロペラシャフトがでかくて重いのかと思ったけど、うん、回らないんだ。もしかデフギアがもう少し傷んでるのか。回らん。普通こんなフォーシングのデフなんかさ、くるんくる回るよね。回りますね、いくらでかくたって。ね、いくらでかくたってね。ダンプカーでも回るよね。回りますね。なんで回らないんだろう。謎です。うん、回るわ。いやでも重いんだ、重たいんだ。そう重いね。うーん、プロペラシャフト回ってないよ。え、単純にデフ回すだけで、はい、この重さなんだ。あ、ってことはロスがすごくありますよね。ロスあるよね。うん、いやこういうロスがさ、エンジンパワーを、うん、ねえ、うん、全てトラクションに変えてないという、うん、そういうことだよね。うわ重そう。めっちゃ重い。片手じゃ回らん。回らん。はあ、こっからか。いやしっかり黒塗りしたからね。はい、うん、タイヤの隙間も綺麗綺麗ねえ。黒っ黒したね。うん、綺麗です ね、 ね、マフラーもいい感じになったし。マフラーも黒く塗ったしね。うん、またまた蘇っちゃったね。うん、あ、ミッキーが登場しました。終わりましたよ。すごい、行きましょうよ、これ乗って。じゃあ、ドライブしていきますか。このキット君に自動操縦でどうぞ行ってきてください。うん、僕ら仕事してるんで仕事が溜まってるんで。自動に走ってくれるから心配いらないです。よいしょ。